2020年時は令和、もう終わった戦国時代、10年の歴史に終止符を打った伝説のファイナル、さらなる高みを目指しマイクをぶつけ合う MC たち、吹き出るバース、ライブ、フロー、ソウル、アドレナリンの分泌は止まらない。進化を続けて神話になる、新アドレナリン。ビートは全曲ナンバンド、バンドの演奏はダーリーミックス。今回のルールはベスト16、1回戦は8小節の3本勝負、そしてベスト8からは8小節の4本勝負。今回はゲストシードバトラーを4名追加しているぞ。そして決勝戦は8小節4本勝負の3試合、3試合中2本先取した方が勝者となる。賞金は30万円。さあ稲の衆、アドレナリンを分泌させろ。新アドレナリン。さあ続いての試合、ゴメスシェホン、できてください。それではビートをお願いいたします。これの試合のビートはこちら。ナイスピー。それでは先行後攻を決めるじゃんけんをお願いいたします。ここ。それでは立ち位置入れ替わっていただいて、先行チェホン、後攻ゴメスになります。8小節4本勝負になります。それでは行きましょう。新アドレナリン、レディーファイト。Yo、 これは誰かを殺しそうな予感がしてもたまらないのさ、この胸の内の苦しみ取るため今日もまた止まらないのさ。ゴメスとかそんな知らんがな、お前の説教はいらんわな、その程度のキャリアでいばんなよ、バイバイゴメスにあげる。Yo、 キャリアをどうこう言い出したら終わりだと思ってるぞ。なあ若いやつが言いたいこと言わなきゃ、下から上に上がってかなきゃ、それができなきゃヒップホップじゃねえ。そんなこと言われるよりも先に言いたかったぜ。いやチェホンさん、はじめまして、まずは一発目。甘すぎる甘すぎる、この世の中は弱肉強食、キャリアが上のやつが偉そうなこと言える、お前も偉そうなこと言いたかったら上まで這い上がれボケ。なあめめしいこと言ってんちゃうねお前、ゴールデンボンバーかお前、ボンバーマンにして潰してまうぞこら。いやラストのマップあんま気持ちよくなかったじゃないですか先輩、っていうかどうした、まあ、前回から今回、まあ、どこまで行くかってこの後悔、ショーケージャーうまいし、これがショーケースだって言うならこんな感じで飲めばラブ、それが気持ちよくなる。Hey、 調子が上がったどうした、ずっと様子がおかしいどうした、 Hey、 俺なら今から行くから待っとけよ、 Hey、 What's up yo、 たまらんお前の文句が容赦しない、沈める温度りゃこいつファンと一緒にトースターに入れて黒焦げにする僕ら。まあこのサイズが入るトースターは確かに勝てそうにないが、毎日人様この世界ではその比喩は少しだけ甘かった様子で、なあなあどこに行く、ほらさっきと全然違って超絶ではないね、だって頭にある俺はいないぜ。ちょっと待って、世界観が全然わからへん、今言ったの意味8小節全部わからへん、どないしたらええねん、ちょ頼むわ、やりにくいやんけ。おいごめんせ、えごめん、お前みたいなやつとはやりたくないけど殺さり殺しの依頼来たからやっときますわ、プーシー。でようやく噛んでくれた、つまり今言いたいことを言えた、それがなければやっぱつまんねえ、分かってるだから熱くなるぜ。はばないぜとか言わない、俺には今日しかない、しがないこの歌歌い、どうお前もそうだろう。いや熱いのは分かったけど終了。熱い熱い、いやベスボール。ではそれでは判定の方に移りたいと思います。先攻チェホン、後攻ゴメス、
勝者チェホーごめんす。はい、ごめんす。一言お願いします。あ、いつ何時もラッパーとして生きてるからよろしく。いやー、ごめんすね、沖縄アクション。この判定決める辛さがあるね。それでは次の試合に行きたいと思います。呂布カルマ、砂吹き出てきてください。では2回戦第2試合いきます。はい、呂布カルマエローン。おお、これはモンスター対決ではないですか。あ、ほんまやね。はい、それではじゃんけんお願いします。立ち位置チェンジ、先攻呂布カルマ、後攻エロー。それではビートお願いします。ダディミックス。行きましょう。先攻呂布カルマ、後攻エロー。レディーファイト。Yeah. ロボスパイセン、エロンザ立つより腕の立つ音が立つ。この先の考えどこと考えると少し遠慮しさえそう。でもエロン、ただボタン叩いてたやつと矢面に立ち続けてきたやつの覚悟の違いを見せてやるぞ。声叩け、手あげろ。手も上げないし根も上げない、お前に絶対旗は上げない。上げハイ、今日は気持ちようなっとる。まあ2代目としてはよう頑張っとる。時代にしがみつくおっさん、どっちがバトルにしがみついたわかない。お前ダサい、板についたな。その血が板についてるな。俺がしがみついてんのか、俺の後についてきてんのか、その判断もつかないやつか。何でかい口叩いてんだ。一度やめて戻ってきたやつにも椅子を用意してやってんのは、俺たちが血と汗を流して守ってきたからだろう。でかい口、宇治よりも狙い撃ち、山本リンダよりも叩きつける俺の因果。なんか女王様に叩かれるの好きらしいっすね。なくなるよお前お父さんだ。女王様ペニパン野郎、俺に敵はいないんだよ。狙い撃ちされて自宅まで来ちゃった宇治さんとは違うぜ。俺は現場まで警察来たって柄はしょっぴからね。注意向け、注意敬礼怠るな。俺たちここラッパ MC、 ここに立ってマイク握った以上一騎打ち、ここで打ち取るクッピー。おい勘弁しろよ。お前までこんなとこでネタの話なんかすんな。寿司屋と一緒かネタ話か、ビーチはネタ話ばっかだな。テレビのことも考えよ。コンプラ、僕ら2代目のボスだ。殺しちゃった。ロシアのラッパじゃないけど、俺はサーモンのようにお前を地獄に落としてる。ゴーボをかます。ゴーボに突っ込んよ。そのジェロー、それではジャッジお願いします。先攻呂布カルマ、後攻エロン。勝者呂布カルマ。エロンにもでかしてお願いします。いいね。いや楽しかったっすね。はい、それでは次の試合いきたいと思います。はい、紅桜呂布カルマ。すごいカードっすね。派手やな。じゃあ先じゃんけんしてもらおうかな。先攻紅桜、後攻呂布カルマ。4本勝負ね。4本勝負。それではダディミックスビートお願いします。どうなった？こっから始まりか。ごめん。入りたくなるよね。では改めましていきましょう。レディーファイト。
しかなく言葉のライブ早がねえように行けようよ両夫目に桜と面と向かい手に油汗かいた俺の違い手にパンとテニスの違いもわからないやつモデルガンを持ってるお前もその類俺は加えた方刺されたわけじゃねえあのペニパンの使い方知らねえやつはまだここで踊ってら足元見て悪いんだけど俺その木目のグリップで見て俺はスリップゴリップ屈してんのは名古屋のやつら以外にお前らもそうだろヨタロー温度がこれエッサホイサ俺ライブなら任せなアドレナリンなら任せな俺はこいつのアドレナリンより侮れない知らねえやつなんか老害知ってたって誤解はしてもらう俺が王の中の王だから俺のやることが正当だろう何が嬉しくて何が悲しくてバトルやってるって何が正しいか価値の上にしか価値が気づけない世界だからだ何をおっしゃるウサギさん、うん、王サバハル何のサバル俺言葉の上でこの音の中のサバル、うん、まるでまさかりまさかの話し言葉巧みに寄せるライムでお前脅しつける起こしつけるほらもう朝だぞ全員集合俺一人で十分ライムで俺を脅すそれ無理俺うるぷし細くたって言葉の力とひらめきだけで屍の闇築き上げてきたその上で流した涙の意味は誰も知らないだろう落とした種から咲いた花の名前よかるなお声とき俺に言わせろお前の名前は飽き飽きだぜもう飽きたぜもう飽きだぜイエー食堂の飽きじゃなく言葉でワンツー貫通するのは木目のグリップ俺はゴリップが女のリップス唇につけうんティンバーベンドで流せションベンガビーチ勘弁しとけよペニーもうちょっと本気で聞いとくべきまだこの狭い世界だけで俺の名前聞き飽きたなんて早えよまだ誰も知らない俺のことなんてその辺歩いてたらお前の母ちゃんや父ちゃんや親戚にもこの顔売るからよではジャッジお願いします先行紅桜後攻両夫カルマ勝者両夫カルマ紅にお出かけしてやいや特になし以上